セプティミウス・オダエナトゥス、セプティミウス・オダエナトゥスは、通称都市パルミラを根拠地として、ローマ帝国の東方属州を統括していた人物。後のパルミラ帝国の原型を作った。氏族名は、オダエナトゥス以外に、オデナトゥス、オーデナサスとも表記される。オダエナトゥスの氏族名からも表されるように、オダエナトゥスの祖先は、セウェルス朝より、ローマ市民権を得たと考えられ、190年代のうちにパルミラ市に移り住んだとされる。260年にエデッサの戦いでサーサーン・アサがウアレリアヌス帝を捕虜とした時期にオダエナトゥスはすでにシリア属州を中心としたローマ東方属州における有力者となっており、当初はシャープール一世とも交渉した形跡がある。ウアレリアヌスの後継としてその息子ガッリエヌスが皇帝に即位したが、これに対して20名以上の皇帝戦傷者が出るなど、ローマは大混乱に陥った。オダエナトゥスは、皇帝戦傷者の一人であるティトゥス・フルイウス・ユニウス・クイエトゥスをエメサに攻め滅ぼし、その後もガッリエヌスの皇帝即位を支援するべく、オダエナトゥス自らの私兵を率いて、ガッリエヌスに味方して戦った。そのため、ガッリエヌスから信頼を得て、東方属州の防衛を一任されるまでになった。その生涯において、オダエナトゥスがローマ帝国から独立して王位に就くことはなかったものの、ローマ自体が北方異民族の侵入や西方属州の割拠により危機的状態にあったため、事実上はオダエナトゥスもローマとは一線を画した反独立状態にあった。267年、オダエナトゥスはゴート族討伐の出征前の宴席でマエオニウスにより暗殺された。同時に息子、ヘロディアヌスも殺害された。258年に後妻として迎え入れたゼノビアが仕組んだともされるが、背後関係は不明である。なお、オダエナトゥスの死後はゼノビアが息子、ウアバラトゥスをオダエナトゥスの後継者に据えて、自らが実権を握った。ありがとうございます。